僕が行く。君が遺体になる前に。ただカラスなら黒っぽくて狡猾で徒党を組んで行動する近寄りがたい人ってイメージは持ってしまいますね。ハムラさん！この辺にしておきませんか。あなたが安室さんですか。ああ、はい。こちら安室さん、喫茶店の店員もやられている探偵さんだそうですよ。副担任の若さです。はじめまして。どうも、ナスよ。ん？なんだ、将棋の駒。待てよ、この角どこかで。ふ、古谷さん。古谷さん。古谷って誰ですか。ああ、僕の偽名です。はあ、先生の尻のポケット穴が開いてるぞ。え、ない、なくなってる。何か落としたの。そういえば安室の兄ちゃんがなんか拾ってたな。火のかけらみたいな。あの探偵さんが。お、さっきから何を。将棋の駒だよ。左下に傷がついたこの角の駒、以前どこかで見たような気がして。はあ、何か落とした。え、だ、誰だ、誰だ。安室さん。やっと起きた。安室さんが階段を踏み外して気絶しちゃうなんて。え、踏み外した。じゃああれは幻だったのか、それとも。ごめんなさい、私の手が滑って地下室の扉が閉まって。いえいえ、